はい、スーパードミネーターさんの、事件の件で蒲田警察署に相談に行きました。で、一応ね、まあちょっとその力さんとか、M 社長とかがまあちょっと債権回収をしたいっていう、まあ、ことだったんで、まあ、なんか僕がこういう動きすると、まあ、ちょっとあんまり良くないのかなっていうところもあったんですけれども、ただやっぱりその、まあ、ちょっと弁護士とか会社の、とか、まあ、他の、ね、関係者とかと相談して、まあ、一応ちょっと警察にはこれは話さなきゃいけないなということになりまして、一応その、まあ、被害相談という形で、まあ、今回のねそのまあ、3代目蒲田店の事件について一応警察に、相談をしてきました。で、結局まあそうは言ったって、まあこれで、まあ、事件化してね、まあ、彼が、まあ、捕まるってことになったとしてもお金が返ってこないわけなんで、じゃあやったところでねっていう話ではある。ただその会社としてやっぱりそのまあ、けじめはつけなきゃいけないところはある。やられてしまったもんをね、ただやられっぱなしで終わるわけにはいかないので、それはその他のねあのスタッフとか関係者の方とか、まあ、いるわけで、で、まあ、実際、まあ、数百万単位のお金が消えてるわけなんで、まあ、そこはやっぱり僕もまあ何かしらの、うん、ことはしなければいけないので、はあ、って感じですね。まあちょっと他のね、リキさんと、M 社長とあと大角さんか、まあ、その辺の債権者の方々、まあ、今後どうするのか、まあ、その大角さんに関してはこの店を、ね、今後やっていくっていうのもあるから一緒になんで、まあ、そこと話しながらどうするかっていうのをまあ決めたいかなと、思います。まあ、現状3人とも、まあ、別に、まあ、彼がね沢田さんが捕まることは別に望んでないというか、まあ、捕まえてもお金返ってこないから、働かせて返してもらうしかないんじゃないかなっていう、まあ、話なんで、まあ、そういう方向になるのかなっていう気はしますけど、いやこうやって明らかにもうやってるし認めてるのに、まあ、捕まえられないってことってあるんだなっていう、まあ、それの勉強宅経授業料ですけどね、はい、っていう、いや本当に思い通りいかないですね。はい、まあそんな感じで一応警察に行きましたという報告です。はい、まあ、切り替えてやるしかないですね。ちょっと11月入って、まあ、大角さんと一緒にねバー3代目蒲田でもう一回再復活ということでやっていくんで、皆さんぜひ応援していただけたら嬉しいです。頑張ります。